どうも、レオです。こっちです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜が如くオンライン、スクラッチやっていきたいと思います。はい。レオ編。うん。まあ、500枚ぐらい。で、今もう0ポイントだから、マジで一発目からって感じです。そうだね。行くぜ。ね、程よいところで出してね、行きたいと思う。あれ？おい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 、カムロップいなくなったぞ。あれ？いないといないで寂しいね あれ？へえ、変えたんやね。で、ワンチャンは最後に単発で引こうかな。じゃ、ダイヤは貯めときたいかなと思うんで。なので、ワンチャン表示はしないようにします。最後にポッと引こうかなっていう感じで。いくぜ。早い。カタツムリ、梅雨だしな。なんかあれだけどね、別に、この男の約束のタイミングと沿ってるかというと、そうではないけど、銘柄変わるのは、まあ、それはそれで、嬉しいっちゃ嬉しいかな。久々じゃない？そうだね。まあ、なんか、ちょこちょこはマイナーチェンジみたいなのもあったけど、大きく変わったのって、おお、スタートダッシュとしてはいいんじゃないですいいか。ですね。カムロップがいないの初めてじゃない？違そうう？だね。維新の時なんかカムロッああ、プっぽいさ、ウサギだっウたサけギにど。なってたけど、まああれもカムロップといえばカムロップ。あのカムロップ欲しくない？家出しちゃったカムロップ。そうだね。でも一等になるにはカムロップの首が4つ必要なんだぜ。そうだね。実は。首。さあ、どうなるか。首出せ。なんかロードが長いな。角気のせいか。出せ、やり出せ、首首をを出出せ。せ。怖い怖い。最後怖い。やり出せってどういうことなんだろうね。カタツムリの目じゃないの？目なの？カタツムリの目ってそこにあるわけじゃないよね？今待って え？カタツムリの目ってさ、その飛び出てるとこでしょ？え、角ってどこだ？じゃあ。だその目のことを角って言ってたんじゃない？え、で、そのやり出せのやりは何？角じゃない？どういうこと？角出せ、角出せっつってるってこと？そう、角出せ。右の角、左の槍 絶対嘘だよ。で、頭。だから、だって出てくるとき、そうじゃ、2本、にょんにょって出てきてさ、それで頭が出てくるでしょ？順番には出てこないでしょ。同時にビュンって出てくるね。2本とも。ニュンって。だから、でも順番に出てくるじゃん。同時じゃないの？だって、こっちの方が飛び出てるから、こっちが先に出てくるじゃん。角が。こっちとかそっちとかっていうのを、だから動画撮ったことないんか、何度も言うてそるのけ飛びど。出てる目の、だから目の位置おかしいよ、この絵。そうだね。島次郎とか普通にこうやって電話してるのと一緒でしょ。耳の位置間違えたんかなっていうのと。そっか。全然今言われるまで気づかなかった。宇宙人みたいな感じになってるもんね。ナメック星人とかこんな感じだよ。そうだね。可愛いって思って普通に見てたけど、確かにそうだ、言わ確れかてみりに。ゃ。間違いやすいやつよ、きっと。まあ、そうでもそね。れが目だとは誰も言ってないからね。ゴマかもしんないしね。なんかほっぺたのさ、アンパンマンの鼻の鼻？横にあるさ、鼻の穴かもしんないし鼻ね。の穴なの？これ。巻きこれ、棒みたあ、そうか。だいぶ遅いけど、巻き棒よりも。い 目はそうん。の飛び出てるとところこにあるで、んだけどでも、も、それが鼻よ。あ、なるほどね。鼻の穴だこれよ。鼻の穴なんだ。で、口？口ってここにあるんか。まあ、口は口こはこにあそるのこらか。へんだね。そっか。ちょっとカタツムリ多界分。隈に詳しくないからさ。あ、口はあれそだのけど。辺だね。一応ね。あ、なまあるほそどんな、ね。めっちゃパカって開いてないけどね、口ね。そう、パカ、いや、この、実際にこのカタツムリいたら怖いと思う。マジで。アジそれサイのは。葉っぱに乗ってるんだね。そうだね。まあ、梅雨といえばみたいなところじゃないですか。アジサイが綺麗に咲く時期になりましたよ。
もうちょっと薄紫っぽい感じのアジサイが好きだな。ほんと。うん。でもアジサイってこの紫のイメージよね。紫と青のイメージ。まあまあまあそうね。あとはピンク？ピンク？あ、赤？ピンクもあるね。赤紫だったりね。うん、最近はなんか白みたいなのもあるしね。あ、そうなんだ。うん。いろんなアジサイがあるんじゃない？ちょっと何種類あるかわからないけど。なかなかこうさ、雨の時ってさ、もうやっぱ外に出ないじゃん。うん。雨じゃなくてもうちら外に出ないけど、あんま。うんうん、そうすると、じっくり見る感じではないからさ。そうだね。でもアジサイはやっぱりちょっと雨降った時が綺麗だね。そうだね。うん、そういう時に見れると、あのなんか、ああ、梅雨だな。梅雨だなっていう感じはする。季節を感じる、ね。感じる。まあ、この時期しか見れないからね、ほんと1ヶ月くらい？そうだね。1ヶ月もないのかな。もうすぐ夏になっちゃうから。割と梅雨短めだよね。うん、なんで？ピンポン。ピンポンじゃねえんだよ。どうして？ピンポン。はーい。で、全然出んのだけど。あれもう俺700とか近くまで行っちゃってんじゃね？ちょっと一回中断したいです。あ、まだ大丈夫だ。あと200枚ぐらいだね。ほう、繰り返しじゃ引いてこう。まだあと200枚ぐらいあるってことは一等が出るってことよ。こんなもう、うん、さあどうなるか。いや、え？梅雨どこの騒ぎじゃない。湿り切ってるわ。湿ってんな。湿ってるわ。二等さえ出たかも怪しいまである。さっきからさ、だってさ、この、何？キランっていう何等みたいな、全然でんぐらいまであるじゃん。うん。あれ、おかしくない？こんなに、か。やっぱりスクラッチ最近苦手になってきてるか。苦手ってなんだろう。ただ削ってるだけだからあれなんだけど、微笑んでくれなくなってる。もう全然、もう全然よ。ドゥンってなるたびにはぁってなるさ、この瞬間。うん、これでもさ、いつもこのさ、一括削りできるようになって楽になったら間違いないしさ。うん。止まるようになったからさ。止まらないようになったのか。あのワンちゃんとかでさ。もうできるようになったからさ。削っとくのも楽になったけどさ。うん。これ仮にだよね。実際にコインで削ってるとするじゃん。うん。自分がね。うん。すごい技術じゃない。同時にザンって全部削るんだよ。ジャンってすごい。ザン、うん、すごいでっかいコインでジャンってやる。でもさ、全部同じ角度でパンって消えてくるってすごい職人技じゃない？昔さ、今はあんのかな？あのさ、あれあれ。何？本とかのさ、付録とかでさ、うん、小学何年生とかの時にさ、うん、前の方にさ、セロテープで剥がすやつあるじゃん。あった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 。銀剥がしみたいな、うん、あったあった。あれだったらいけるで。テープベッベッと貼ってベーンって、そう、いけるか。そう、あったなあ、そんなのも。もう絶対知らない人多いと思うわ。もう今ないでしょって。今なんならあれでしょ、うん、このスクラッチみたいなこういう銀剥がすやつもさ、うん、なんかちょっと形変わってきてるんでしょ今。あのこうゴリゴリゴリってやるとさ、汚れるじゃん、カスみたいなのが、うんうん、なんか違うの、なんかペリって一気にさ剥がれるようになってたりとかさ、うん、するんじゃないの？するのか。なんかさ、あれじゃない、あの iPhone とか、ね、Apple のカードとかさ、うん、Android のあのコンビニで売ってる課金用のあのカードあるじゃん、うん、ああいうのの ID とかもなんかペロって剥がせるようにさ今変わってたりするんでしょ。そうなんだ。なんかだからその辺がこう、やっぱり変わってきてるんだ。ちょっと変わってんだね、やっぱり。だんだん汚れを、なるべく汚さないようにとか、ゴミを
出さないっていうとあれかもしれないけど、出しにくいというかさ、散らかりにくいよみたいなさ、全然出ないんだけど。ところでこんなよくわからない話してる間にもう終わってんじゃないの。いや、もう200いったから。本当にちょっと一回止まって。ねえねえ、カタツムリ終わったな。終わってるね。いや、でも大丈夫。なぜなら俺には金のスクラッチがあるから。うんうん、ここでね、行ったりますよ。ここで出んのよ、一等が。うん、で、ああよかったっつって終わるのよ。うん、金だとなんか微妙にカタツムリのあれに被るな。いきなり三等スタートか。まあ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 、いいよ。まあまあまあ、来い来い、来ないかい。チームダンスやりだして、首を出せ。来た、これで来た。うん、おいおい、はい来た、はい来た、あざーす、おざーす。来たじゃん。え、六等点もう出ない。六等点もう出ないとか言うのやめて。出た。おい、あ、もう爆調。やった、梅雨明け宣言です。調子乗りました。梅雨明けなんで。調子乗りました、ごめんなさい。湿り気がなくなった。いや、湿ってるわ、まだ湿ってる。もう2個出たらいいじゃん。2個出てるからね。いや、もう3頭以上出ない、どういうこと。ちょっと待って、落ち着いてよ、出てよ。もう一回歌えば。角出せ、やり出せ、首を出せ。遅い、間に合わんかった。タイミングが悪かった。マジで、うん、ちょっとお手本見せてください。終わったー。終わったーよー。ほら、Gコイン4枚ってやばくない？やばいね。は？10枚たまんないのやばいね。嘘だろ。いや、確かに1等は2回出た、うん、それはありがとう、うん、え？それでも2等出なかったってことじゃない？あ、誰がいる今回？3等しか出なかったってことかい？いい人いる？Gコイン、いつもの人たちかな？かな？あ、でも花見2人って。あ、祭り、祭り龍二か。はあ、あと佐川。うーん、浅川さんね。あ、うん、この虎の子の4枚でいける、いけるで。はい、さあ来たね、来たね、これはきっと来たね。ほら来てる。いや、いいんじゃない、いいんじゃないの。ほら、あれ、そっか。いや、できればワンちゃんの方が嬉しかったね。え、逆にすごくない？4枚で。やったー、はい、誰？あ、またお前かい。海岸できる。いや、もうあれ、海岸できるよね。できるけど、できてもさ、みたいなとこあるじゃん。よし、ワンちゃん。よし、ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん。わー、どうし、でもな、どうせまたあれでしょ。ブラックとか来るんでしょって思うと、単発で、はい、一発勝負。さすがに800使うのは、ねってなるから。行こう。行こう。はい。来てるよ、今。来てるよ。いいよ。走ってきてる。柏木さんが、冷麺持って。タバコ持って。タバコ持って。ねぎらわれず。ああ。ああ。ああ。そうね。単発だもん。単発だよな。単発だしな。うん、いや、でも、うん、あれなんすよ。ボックス整理したんすよ。うん。ちょっと増えたんですよ、うん、ガチャ券が、うん、ガチャ券が増えたんです、うん、30% も増えたし、うん、でも 30% もさっきもらったじゃん、うん、引くわ、うん、30% 1回引いて、はい、でここででもきっと柏木さん来ると思うんだよな。来た、おい、来たじゃん、こ来たじゃん、これ来たじゃん、これは来たでしょ。やった、あ、もうこれはこれは大丈夫でしょう。いや、ちょっと大悟だけど。
大悟か、怒りづれえわ。大悟さんかな。え、まあでも、まだ。まだ。これ引いて、もう、ラストっす。全部来た。あ、来たね。あ、いい、いいんじゃない？これ来た。ローディングめっちゃ長かった、今。これローディングめちゃめちゃ長かったよね、今ね。そうだよね。入ってる。そうだよね、一番。あれ持ってないやつ？ん？ねねね、どうしよう。ちどういうこと？どういうこと？ん？え？力が足りなかった？何今の？じゃあもうあと10枚引いて終わりにするね。これで終わりにするわ。あと10連でラストです。本当のラスト。ラストラスト？ラストラスト。はい。あ、うん、最後なんか見せてくれよ。見せてくれよ。これもう、なんとなく、花ちゃん出すぎね。4枚。おお、よう花ちゃん。これも花ちゃん。絶対そっちも。花ちゃん。違う。花ちゃんが欲しいわけじゃないの。あー、まあ、出んかったか。どうしよっかな。まあ、もうちょい。まあ、スクラッチ回してって。考えつつ、終えるなら追っていこうかな。うん。と思いますけどね。まあまあ、ひとまずね、1等2回は出したんで。やったね。2等出ないってすごいな。うん、いや、まだ、まだまだ回すんでね。ポイント低いもんな。やめて。シンプルに、シンプルな悪口やめて。76,200 だもんね。そうだね。結構引きましたよねって言われたら。結構引いたんだけどね。まあまあ、うん、まあまあ、これからだよ。これから、ぐん。ぐんとね。と思いたい。まあ、そんな感じでスクラッチ楽しんでいこうと思います。はい。はい、じゃあ今回ここまでで、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。